それを喜んでくださっている先生たち、まあ、菊池凛子さんも含めて感謝しています。こうして人の前に立ってねお話しすることの苦手な私が神様に押し出されてこうやって話をしなければいけない、そして不十分なところがいっぱいあるにもかかわらず、皆さんが全部この動いてくださったり話してくださったりいろんな人と関わってくださったりして、ここまで来れたのはもう皆さんも重々ご承知だと思います。本当私からはこんなお別れはあまりしたくなかった。もうちょっとね先になるかな、喜んで私帰りたいなと思っていたので、こんな泣かされて本当に昨日もねカルカリ の沖縄県人会に行った帰りに車の中でお母さんの話をされたんですね。お母さんが今年の1月に亡くなられたんですけども、98歳だったそうです。98になるまでねお母さんはなんて言うんですか、こんな言葉で言っていいのかもらえるでしょ、でももう自分の子供以上に愛情を注いで、レイコ今日は大丈夫だったとかね、もうその98歳のお母さんが意識がなくなるまでそれをレイコ愛してるよ大丈夫ってそう気遣いながら過ごされたそうです。でレイコさんはそれに答えてね、お母さんママちゃんって言ったらしいんですけど、ママちゃん私は本当に幸せだよ、もうそれをね繰り返しお母さんに語っておられたんだそうです。私の母がねもうそれで私は車の運転しながら泣きながらこう帰ってきたんですけれども、実は私の母も97で来年1月に98になるんですけれども、この最後の時間をね一緒に過ごせたらいいなと思っています。皆さんお一人お一人のねご両親がいらっしゃると思います。そしてまた私みたいに一人で過ごさなければいけないことを余儀なくされている方もいると思うんですね、でも神様がちゃんといてどんな時にも私たちを守って導いてくださって、ちゃんとこう神の家族を与えてくださっているので、この教会の中では家族一人してね、どの方も分け隔てなく互いに愛し合ってほしいなというのが私の願いです。それでは最後にお祈りします。天と地、そこに住む全てのものを作られた天地なる神様、あなたの褒めたたえます。アーメン。あなたはこうして私たちをこのカナダという異国の地で会わせてくださり、一つにいてくださっていることをありがとうございます。あなたの家族がここにたくさんいます。イエス様、どうぞこの一人一人をあなたご自身の御手の中で守ってください。今までもそうでしたけれども、これからの後も父なる神様の豊かな愛がお一人お一人の上に、またイエス様が十字架で私たちの罪を全て贖ってくださったこの恵みがお一人お一人の上に豊かに、またイエスキリストが天に帰られた後、聖霊なる助け主を私たちの心の中に与えてくださり、この聖霊様が私たちと進んでくださってこの人生を豊かにしてくださることをお願いし、またこの命が死んでも生きるという私たちに永遠の命をも与えてくださっていることを心から感謝します。この父子聖霊の皆によってここにおられるお一人お一人が神の家族として互いに愛し合い、また励まし合い、慰め合い、立て上げていくことができるように、主イエスキリストの皆によってお一人お一人を祝福してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。じゃあ皆さん最後に玲子先生、由美子さんと内山先生、天の父様に、それでは2階の方に移ってお茶の用意がありますので、2階の方でまた交わりの時を持ちたいと思います。
晴らしいタイミングでね、ね、入ってるかもしれない。行きましょう。